こんばんは、篠宮夏樹です。このチャンネルでは鉄道を中心とした旅行の動画、また駅紹介などをアップしております。チャンネル登録していない方おられましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。さて、今日の動画なんですけども、7月に入りまして、2020年もね、半年も過ぎたわけなんですけど、このチャンネルでね、半年間上げてきた動画について、振り返ってみようかなと思います。上半期のまとめという感じですね。それではやっていきましょう。はい、それではね、動画の一覧になります。2020年1月2日に公開したこの JR 伯備線新見駅の動画が2020年最初のスタートになっています。駅紹介の動画ですね。まあ、この新見駅構内はね、非常に広くて、昔はねかなり賑わっていたと思うんですけど、今ではね、そんなに列車の本数もね多くないんで、まあね、寂しい感じのする場面もあるんですけど、駅の周りはね、そんなに寂れているわけでもなくね、やっぱ中心地に駅があるような感じになってますんで、ちょうどいい感じだと僕は思うんですよね。これぐらいのね、駅の雰囲気はね、賑やかすぎないし、そんなに寂れてもないっていうね、こういう駅が好きだなと思います。はい、あと、この辺、伯備線、そして津山駅。津山駅のね、この動画、6分25秒なんですけど、これもね、旅行に行った時に、撮ったんですけど、もう一度行って撮り直したいなと思いますね。やはり旅行のついでにね、撮ったりする時って意外と列車の時間に間に合わないんで、駆け足でパパッと撮ったり、することも多いもんで、ちょっとね、なんか物足りないなという感じがね、今考えるとします。はい、もう一度行ってみたいです。さて次、この辺は紀新線ですね。まあ津山新見間の紀新線といえば本数も少なくてなかなか乗るのも大変なんですけど、乗ってみるとね、のどかな景色ずっと見ることもできて、で、そんなにお客さん乗ってないっていう感じ。まあ一部区間はね、結構乗客も多いんで、まあまあね、理由はされてるのかなという気がしますね。まあ、久津旅行、また体験したいですね。で、地図駅の動画2本あります。で、ここはね、これはね、夜に訪問してるんでね、で、動画も2分40秒と3分51秒でしょ。これはもう一度行ってね、撮り直したいなと思いますね。まあ、スーパーハクトを乗ってね、行くっていうのもいいし、まあ、地図急行って結構土日にね、フリー切符お得なやつが確かあったと思いますんで、まあ、それを利用してね、また行ってみたいなというふうに思います。あと半田駅、竹豊駅、この辺は竹豊線ですね。竹豊線私結構お気に入りです。古くからある由緒ある路線なんですけどね、駅自体もね、それぞれ、見どころのある駅もありますし、なかなかね、いいとこだなと思います。魅力あるところだと思うんですけど、動画が再生されてないのは私の責任かなという気がしますね。はい、で、次、この辺は神戸市営地下鉄ですね。このチャンネルはですね、意外と検索ワードで神戸市営地下鉄山陽電車なんかが非常に多いんですよね。で、この神戸市営地下鉄は、まあ、そんなに頻繁に私も利用してないんですけど、やはり地元のね、鉄道なんで、乗る機会は結構ありますので、この辺もね、もう一度再編集とか、撮り直しとか、やってみたいなと思ってます。はい、まあ、気軽に行けるとこでもあるので、意外とね、もういっぺん撮ろうかなっていうのが、ちょっと後回しになってしまってますね。また動画は市営地下鉄では作りたいなと思ってます。はい、次、広島駅。
この動画だけね、ズバ抜けて再生されてるんですよね。やはり広島駅、そうそう、このチャンネルってね、広島駅でも結構ね、見てる方がいるんですよ。で、広島魅力のあるとこだと思うんでね、行ったら結構いろんなとこ見るとこね、原爆ドームしかり、ね、広電乗って、ね、あの宮島へ行くのもしかり、呉もしかり、見るとこいっぱいありますんでね、いいとこだと思います。まあ、駅メモしてると、私、ステーションメモリーズ、駅メモしながらね、電車乗ってること多いんですけど、距離感がね、ちょっと崩壊してまして、広島もね、昔は遠いとこだなと思ってたんですけど、最近ね、もう広島ってあんまり遠い認識がなくなってしまいました。また、ね、普通列車だけで行ってもいいし、ちょっと新幹線っていうのもね、いいかなと思ってます。はい、次、芸備線。広島から三好まで乗った時の動画。この時はね、芸備線をずっとね、全部路線乗ったんですよね。で、なかなかね、やっぱり味のあるとこですよね。広島三好っていうのは意外と利用客多いんで、まあ列車の本数も、まあちょっと多いと言ったらちょっといけないんかな。まあ少なくはないし、お客さんも利用してるんですけど、やはり、その他のね、芸備線っていうのはね、かなり厳しいなというとこですね。まあ土砂崩れでね、普通になったり、大雨が降ったらね、列車が止まったり結構大変なんですけど、この梅雨の時期は一体どうなってるんでしょうかね。はい、次、三好駅。これは芸備線の乗った時のね、ついでに撮った動画ですね。で、この辺り地下鉄とまた竹豊線の動画がありますね。尾張盛岡、大府駅。うん。まあ、また竹豊線も行きたいな。そして和田岬。和田岬線はですね、乗ったことはね、実はあるはずなんですけどね、めっちゃ昔なんで、ほとんど記憶がないんですよ。で、私が乗ったことあるのって、まあ、電化される前で、ディーゼル機関車に引かれてる客車も見たことはあるけど、それじゃなくて、確かディーゼル車に乗ったような記憶はあるんですけど、ちょっとね、本部と覚えてないんですね。なんとなく乗ったことあると思うんですけど。で、昔ね、この渡岬線の近くにおばあちゃんが住んでいたこともあってね、列車を通るのもよく眺めた記憶があります。また歩いてみたいですね。ここはね、渡岬から兵庫駅までは結構ね、距離もそんなにないんで、またね、線路沿いを歩くっていうのもいいかもしれません。そして福塩線、ここもね、三好から福山まで乗ったんですけど、府中から福山まではね、結構お客さん乗ってるんですけど、それ以外のとこっていうのは、まあかなりお客さんいなくてね、まあ列車の本数もかなり少ないんで、乗るのも大変なんですけどね、ガラガラっとこう雰囲気が変わってね、いいなと、面白いなと思いました。はい。この辺はまた地下鉄の動画が続きます。で、ここで、新幹線か、グリーン車に乗った時の動画ですね。これは東京に行った時に、プラットこだまのね、グリーン車のバージョンの切符使って、帰ってくる時の動画だと思いますね。こだまのグリーン車って本当のんびりできるんでいいですよね。高くないしね。うん、また行きたいです。はい、今ね、例の病気の影響で旅行もね、どうかなって言われていることもあるんですけど、まあもうそろそろいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、次、あ、これ芸備線ですね。前に芸備線に乗った時の動画、新見三好間。まあ列車の本数の少ないとこですよね。なかなかビンゴ落合の駅の雰囲気は本当いいですよね。またね、行ってこうじっくりなんかビデオ回したいなと思うんですけど、まあ行くのも大変やしね、車で行ってもいいなと思うけど、ちょっと遠い気もするしね、なかなか悩ましいです。まあでも廃線
になる前にはもう一遍行きたいな。はい、次、原爆ドーム。これは2020年の元旦にね、原爆ドームに行ったんですよね。で、その時の様子です。なかなか迫力がありました。近くで原爆ドーム見るとね。平和公園もね、ずっと歩いたんですけど、まあ観光客が多くてね、特に元日なんかは外国人の方がすごく多かったですよね。資料館も元日から空いてるのはね、本当驚きました。非常にね、私ももう十何年ぶりかに資料館入ったんですけど、まあすごく賑わってましたね。はい、ここ垂水鉄道、これね、終点まで行ったのにね、桜撮ってないんですよね。なんとしたことでしょう。もう一度ね、垂水駅行って、薄墨桜をね、あるとこまではちょっと歩いてすぐ結構近くらしいんで、ちゃんと行ってちゃんとカメラ回したいなと思います。ここはもう一遍行きたいです。はい、次、多摩センター、多摩モノレールですね。これは東京行った時に乗ったんですよね、きっとね。で、まあ乗りつぶしのために、まあ多摩モノレール乗ったんですけど、まあ上北台から先へ伸びるんですよね、確か多摩線、多摩モノレールって、そんなにすぐ伸びる、何年やったかな、確かね、延伸されるっていう話を聞いたことがあります。はい、またね、東京には結構行くと思うんでね、特に立川は私結構お気に入りなんでね、はい、また多摩モノレール乗る機会はあると思います。はい、次、地下鉄の動画から。ここは大乗急ですね。即位の礼の後の新嘗祭の後、大乗祭っていうんですよね、最初はね。で、大乗祭をするときに大乗急が造営されて、天皇陛下がそこでお祈りをした後に大乗急全部壊してしまうんですけど、壊す前にね、一般参観ということで見る機会があったんですよね。で、それにね、行ってきたという動画です。まあ、驚くほど再生されてないんですよね。まあ、皆さんあまり興味ないのか、また、まあ、きっと私のせいです。再生されないのはね。まあ、でもね、ちらっと見るだけでもいいんで、あ、こんなんなんだ、とね、見てみてください。はい。実際行った時はね、木の香りがすごく良くて、良かったですね。まあ、匂いはね、ビデオでは伝えることできないんでね、残念なんですけど。はい、次、大回り。大回りはね、関西では結構よくします。東京でもね、一遍しようかなと思ったことあったんですけどね、やはり路線が詳しくないところで大回りするとね、結構ね、トラブルになったら嫌なんで東京ではまだしたくない、してないんですよね。まあ山手線で大回りって言ってもあるんですけど、東京って特定区間の範囲が広いんで、大回りもすんごい広い範囲でできるはずなんですよね。まあ、今度東京でも機会があればしたいです。で、関西ではね、結構してます、私ね。先ほど言ったように、駅メモをね、私してるんで、まあ、大回りしながら、駅メモをポチポチしながらね、乗ってることが多いんですけど、まあ、月に1回ぐらいはしてるのかな。だいたいね、路線が決まってきてるんですよね。そんなに時間のかからない路線を私は回ってます。それでも 4,5 時間は乗ってるのかなという気がしますけどね。はい。まあ、大回りの動画はね、これからどんどん出すと思いますんでね、また出したらよろしくお願いします。はい、次、二軒屋。 JR 四国になりましたね。これね、実は二軒屋駅の近くにうどん屋がありましてね、で、うどんを食べに行った時に、二軒屋駅が近くにあったんで撮ったっていう動画なんですよ。で、まあ、麦線の動画もね、まあ、出してると思うんですけど、なかなかね、電車も少ないし大変なとこなんですけど、麦線も。うどん屋ね、いいんで、ぜひ行ってみてください。ここですよってね、この動画で紹介してると思います。はい、次、3月まで来ましたね。次は、はい、
大回りと林野駅、あ、これはね湯野郷温泉に行った時のね、撮った動画ですね。林野駅で、林野駅からね湯野郷温泉までは歩いていくこともできますけど、歩いたらね結構時間がかかります。40分ぐらいかな。まあこの時はね実は歩いたんですけど、まあねえ歩くのもいいけどやっぱりタクシーがいいと思いますよ大変なんでね。でこの林野駅なんですけど、昔はね一面二線やったらしくて、でその後がね今は一面一線の駅なんですけどね、そういう昔の名残がね駅の中に残ってまして、なかなかね、あ、この段差昔線路があったとこやなとかね、結構わかりやすい跡があるんでね、いいなと思います。業務委託の駅でおっちゃんが一人いましたけどね、列車がの時間が近づいてくると待合室で待ってるとね、もうすぐ列車ですよっていう感じでちゃんと声かけてくれるというね、なかなか親切なおじさんでした。はい、次、大回りと、それからこの辺から山陽電車の、動画が増えてきます。山陽電車でね、このチャンネルを登録してる方とか、見てくれてる方って結構多いらしくて、もう非常に、ね、ありがたく思います。地元のね、私鉄なんでね、山陽電車は、結構乗ります。で、結構ね、JR と競争してますんでね、並行してるんでね、結構山陽さんも大変やと思うんですけど、まあ、お得な切符とかね、いろいろ使えば、まあ、ちょっと安く三宮に出れたり、大阪まで行けたりするね、結構いいと思いますんでね。速度が速いかって比べると、やはり新快速なんかと比べたらね、ちょっといかんと思うんですけど、負けちゃうんでね、ダメやと思うんですけど、山陽電車もいいとこいっぱいありますんでね、皆さん乗ってください。ついでに言うとこと、山陽電車って結構ね、明石より西の方ってスピード速いと思いますよ、私は。路線も、線路まっすぐなんでね、本気出して走ってるなっていう気が、私はしてます。この辺は、大蔵谷駅、それから霞ヶ丘、宇多敷山駅。これね、宇多敷山って今は全然駅はないとこなんで、で、これ実際動画で見せてるとこもね、ほんと踏切とマンションと道路っていうね、こんな狭いところに駅があったっていう動画なんですけど、意外とね再生されてまして、ありがたいことですね。ありがとうございます。これ私もねこの動画撮るときにちょっと調べたんですけどね、宇多敷山に駅があるっていうのは知りませんでした。で霞ヶ丘の手前垂水寄りにも五色山駅っていうのもあったと思うんですよ。で今遺構が残ってってるのかどうかはちょっと私も知らないんですけど、どの辺にあったのかなとね、今度また調べてみたいなと思います。はい、スマウラ公園駅と、この辺もね、廃駅の跡なんですね。これもね、国道2号線沿いに、ある階段が実は廃駅だったという動画ですね。知りませんでしたね、これ私ね。国道2号線って車で結構よく通るんですけど、この階段もね、何回も見たことあるはずなんですけど、まさか駅の跡だったとは思いませんでした。はい、次。この辺りは四国旅行の、四国九州旅行のね、動画になってきます。で、四国九州旅行、この動画はですね、2019年のゴールデンウィークの10連休にね、旅行した時の動画になってます。で実はですね、このチャンネル前にこの旅行の動画を上げてました。で実はね、この四国九州旅行の動画で30本ぐらい動画があったんですよね。で、ずっと公開してたんですけど、今年ね、例の病気のおかげで、旅行を私予定はしてたんですよ、ゴールデンウィーク。だけども行けなかったもんで、でも動画はなんか出したいなと思ったんでね、じゃあもう去年の旅行の動画を再編集しようということで、30本の動画一度非公開にしまして、まとめ直してね、アップしているということです。
で30本の動画が再編集の結果多分ね今12まで公開してるのかな、12まであるんですね、12まであるんですけど多分ね13か4本ぐらいになってしまいます。それだけね、結構カットしてるっていうことですよね。今見るとこのシーン余分だなとか別にいらないなということでバシバシカットしてるっていうことなんですよね。まあそう考えると昔公開しとった動画はやっぱねちょっと出来はね悪かったんでしょうね。まあ今の動画も出来がいいとは私はねちょっと気になるとこもあるんですけどね、それはもう皆さんすいません申し訳ないですっていう感じなんですけど、これからね徐々に良くなっていくように、まあ、頑張りたいとは思いますが、まあこの再編集については、しっかり、終わらせていきたいなと思います。あと2本ぐらいです。はい、意外と見られてるのはこのあれかな、ヨテツかな。ヨテツ結構なんかね、なんていうかな、しっかりした鉄道ですよね。なんかね、なんて言ったらいいんかな。なんかね、私鉄で、ローカルの私鉄っていうの、なんか、うわー、列車も古いなーとか、駅もなんかちょっと整備されてないなーなんていうとこが、まあ、たまにあったりすると思うんですけど、全然駅もめっちゃでかいし、しっかりしてるし、まあ、列車もね、なんか綺麗しね、なんか、伊予鉄は、結構しっかりしてるなと思いました。松山市駅はなんか普通の乗車券の途中下車ができるんでしたっけ、なんかそんなんもあるんですよね。結構いろいろね調べてみると面白いんですよね。はい、次、はい、この辺は垂水駅、それから滝の茶屋東垂水駅、この辺も意外と再生されてますよね。まあ、この垂水駅がね意外とバーッと再生されたのびっくりしました。はい、まあ、結構地元のね近くの駅なんですけど、まあ、この海神社にね、訪問してますけどね、まあガラッと変わってきてますよね。まあでも変わってきてるけどまだね駅の近くには古いところも残ってて、再開発してないとこもあったりしてね、新しいとこと古いところが共存しているようなね状態になってます。垂水駅です。はい、次はあこの辺はまた九州旅行ですよね。この日輪シーガイアね、もう長時間の特急乗車やったんですけどね、この辺このね四国九州旅行ってね、九州に入った時って結構体調悪かったんですよね。で特急でね結構私寝てたんですけど、もう一度九州は行きたいですよね。なんか九州今年ね、九州で2020年の今年旅行でお得な切符が出るんですよね。確か名前忘れちゃった、まあ、テロップでも入れときます確かね。でそれを利用したらね結構特急も乗り放題らしくて、ちょっとツイッターで見た時いいなと思ったんでね、今年の夏は九州に行くのもいいなとね今思ってきてます。はい、次、この辺は西新町、林崎、松江海岸駅、そして富士駅。このね富士駅がねこれびっくりしたんですよ。何がというとこの辺りの動画からですね、駅紹介の前に地理院地図で昔の航空写真なんかをね結構合わせて入れてるんですよ。でこの富士駅調べた時にですね、近くに競馬場がありましたとか、実はこの富士駅自体は競馬場ができた時にお客さんをそこへね、運ぶためにできた駅ですよっていうのをいろいろこうね、分かったりするとこう面白いなというか、こう地図見てね、競馬場の跡が残ってるんですよね。この住宅地昔競馬場やったんかっていうね、結構こうずっとこうコーナーの中にね住宅地がありましてね、
綺麗に残ってるんがね、結構面白いしびっくりしました。はい、昔の地図って見たら面白いと思いますよ。皆さんも見てみてください。はい、次、次は中八木駅ですね。で、この中八木駅のこの動画、実はね2日に分けて撮りに行ってるんですね、これ。で、最初に撮った時の駅の動画があまりにも短くて、ちょっとこのままじゃ尺が短すぎて動画出せないなとね思って、で家に帰ってちょっと調べてみてですね、あ、そういえば明石像とか明石原人、この辺の近くになんかね発掘現場あったよねということで、もう一度行って、一本の動画にしたという感じです。意外とこの山陽電車の西の方のこの駅、近くにね実はこんなんがありました、こんなんがありましたってね多いと思うんですよね。まあ、全て紹介するのはねちょっと難しいと思うんで、まあ、この辺りからまだどんどんね山陽電車の駅紹介すると思うんですけど、まあ私の気になったところはね、できたら、駅紹介と同時にね、こんなとこもあるんですよというのは紹介したいなと思います。はい、はい、次、永ヶ島とかね、この次のこの山陽魚住駅っていうのは、なかなか利用したことのある駅ですね、山陽電車の駅ではね。特にね永ヶ島もあるけど、この山陽魚住駅はね、小学校や中学校の時にですね、この動画で出している住吉神社にね、キャンプに結構行きまして、その時にね、利用しました。まあそれでも私が利用してた時と、この実際カメラを回しに行った時と比べてね、やはりだいぶ住宅地、宅地化が進んでるなっていう印象は受けましたね。前はもうちょっと田んぼ多かったんじゃないかなとかね、そんな気がしましたけど、でもこの住吉神社の雰囲気だけはね変わってなかったですね。うん、まあ、時期的にアジサイが綺麗な日でもあったんですけど、私はアジサイには一切目もくれず、この拝殿の前にある能舞台、江戸時代からあるね能舞台があるんですけど、それにばっかりね撮ってると思いますんで、皆さんもね見てみてください。はい、で、今この一番上に、この非公開予約の状態になってます。これおそらくもう公開されてると思いますね。この動画が出た時はすでに公開されてると思います。東二見駅の動画です。なかなかね大きい駅なんですよね、この東二見の駅。山陽電車の中では、3面5線もある、車両基地もあるし車両工場もあるしっていうね、山陽電車の拠点駅なんですけど、駅の北側のロータリーはちょっと寂しくないかいという気はね、まあしますけど、まあでも駅の北側って昔全部田んぼやったらしいですね、ほとんどね。まあ全ての列車が止まる大きな駅、乗務員交代も結構頻繁にやってますしね、まあ結構駅に行ったら、あ、車両工場もある、いろいろこうなんか見るとこあるな、あ、こんなんもあんのか、あんなんもあんのかっていうね、結構楽しい駅でした。はい、以上です。駆け足で、振り返っていきました。で、この動画自体もね結構気づいたら結構長い時間喋ってるなっていう感じでね、最後まで見ていただいた方はどこまでいるかは分かりませんけど、まあたまにはねこんな動画もいいのかなと思います。最後まで見ていただいた方はどうもありがとうございました。で、半年間ね動画上げてきましたけども、更新のペースとしてはね、最近はまあ土日に動画を出すという感じになってると思います。以前はね週に3回ぐらいは出してたんですけど、やはりね、例の病気の影響もありまして、旅行も出かけるのもねちょっと控え気味になってましたんで、まあ、動画自体撮りに行くチャンスがねなかったんで、なかなかしんどいところなんですけど、まあ土日はね必ず動画を出したいなと思います。で、できたらもうちょっと出したいなとね、週の真ん中ぐらいもね出したいなとは思うんですけど、まあこれからね、
コンスタントには動画を出していくと思いますんで、ぜひともチャンネル登録、高評価は別にどっちでも僕はいいんですけど低評価でもいいと思うんですけどね、まあ評価と、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それではお疲れ様でした。失礼します。ありがとうございました。